食って寝てりゃ生きていけるよ。でもそれじゃまるで家畜じゃないか。俺は自由だ。俺が何をしようと何を選ぼうと、それは俺の自由意志が選択したものだ。なんならこのまま死んでもいいってくれ。約束しよう。俺は必ず巨人を絶滅させる。お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。私は人類が生き残るため大きな可能性をつかんだと考えます。一命にかかれ。撃て、死してよ。誓った。エジを行け。エジを叫べ。エジを戦え。進む。私たちのしたこと後悔するわけにはいかないから。ああ、人類の勝利より。ああ、このままじゃ俺は何も果たせず終わっちまう。ただやるべきことをやる。ただ進み続ける。それしかねえだろ。俺たちの目的はこの人類全てに消えてもらうことだった。私がこの世に生まれてきてしまったからです。そうだよライナ。どうなるか君は知ることはできない。故郷だ、帰ろう。私があんたのいい人でよかったね。こんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。いつか必ずあのおじさんはきっと救い出してやるからな。さばいてほしかったんじゃないかな。次はお前がならず者をやる番だ。じゃあな、頼んだぞ、アイボー。任せろ、戦士として。私がかけたサバーさん。ここからだから。最後まで責任を果たすことだ。見せてくれよ。ライダー、やるんだ。もう、またかよ。今、ここでそのままわめき続けてろ。君には何が見える？立て。敵は何だと思う？立て。お前が地下室に行かなくてはならないこと。戦え。戦え。バラバラに、ぐちゃぐちゃに、細かくしていくよ。食ってやる。相手が誰であろうと手こずらせ続ける。俺やお前らが来るまでな。エレンはいつもそうだ。みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。それだけじゃないよ、海だ。エレン、海を見に行こうよ。見てろよ、絶対あるんだから。エレン、どうして泣いてるの？